はい、M です。よろしくお願いいたします。それでは今回は第9期叡王戦決勝トーナメント、山崎八段対伊藤匠七段の一局の棋譜解説をさせていただきたいと思います。この対局は、どちらかの AI 一致率が 90% を超えているという衝撃の完勝譜となっております。先手が山崎八段、後手が伊藤匠七段で、相掛かりの進行となりました。10手目4八銀と上がるのが山崎八段、独特の構えというところですね。26飛車に6四歩と伊藤匠七段つきまして、以下9六歩と山崎八段も端をついて、伊藤匠七段は9四歩と端を突き合わず6三銀と上がりました。そして3六飛車とこの3四の歩を狙った手に対して3三金で受けていきまして、3八金に7四歩とついていきます。そして以下7六歩と山崎八段ついていきました。そして伊藤匠七段7三桂とあくまでもこの端はつかずに駒組みを進めていきます。山崎八段は7七角と上がりまして、以下6二金8八銀と進行しました。そして5二玉と伊藤匠七段中住まいを作りまして、以下山崎八段ここで9五歩と端をついていきます。この端歩が生きるかどうかっていうのも序盤の大きなポイントとなりました。伊藤匠七段は8一飛車と引きまして、以下2六飛車と山崎八段回っていきます。これ放っておくと3三角成から2三飛車成を食らう可能性もありますので、どうやって受けるか注目されましたが、伊藤匠七段は4四歩と受けていきました。そして以下3六歩に3二銀と上がっていきます。そして4六歩に4三銀と構えていきました。3三金がちょっとあまりいい形ではないので、どこかで3二金と直したいというところですね。そして山崎八段は4七銀と味よく上がっていきまして、ここで伊藤七段が3二金と引いていきました。そして以下5六歩と山崎八段つきまして、この辺りはまだほとんど互角の展開となっています。ちょっと山崎八段のこの8八の壁銀が気になるところで、どこで立て直すかが注目されました。そして以下5四歩に山崎八段、ここでなんと6六角という思い切った一手を指していきました。6五歩ですぐ追われてしまうので非常に大胆な一着ですね。そして伊藤匠七段も6五歩とついていきまして、以下4八角と進行します。もう一歩入れば9四歩同歩9二歩同香9三歩と香車を狙う手もありますので、4八角で山崎八段が9筋を狙いつつ駒組みを進めていくという形になりました。そして伊藤匠七段もここで恐れず8六歩と踏み込んでいきました。これも結構大胆な一着ですね。で実戦は同歩同飛車に対しまして、9四歩と突く手もありそうでしたが3七桂と跳ねていきました。もし仮にここで9四歩と突いた場合は同歩9二歩同香9三歩と、これで確かに香車取れそうな感じになるんですが、ここで4五歩と突く手がありまして後手が優勢だったようです。歩があれば8七歩で受かりそうですが、あいにく歩切れなので次の8八角成が非常に受けづらいです。例えば8七銀と上がって受けようとしても同飛成同金4六歩と形を乱されて、同銀に9九角成、後手陣は飛車の打ち込みに6インチ香車などで補強できる形ですし、先手玉はかなり危ない格好で、桂馬取って4五歩同銀4六桂とか、そういった筋も見えてますんで、これは後手が優勢となっておりました。ということでこの8六歩同飛車に対しまして、実戦は3七桂と山崎八段が我慢していって、以下伊藤匠七段も8一飛車と冷静に引いていきました。今度こそ9四歩ありそうですが、いつでも4五歩のカウンターがあるので大丈夫と、そういう風に見ているわけですね。で山崎八段は仕方なく8七歩と打っていきますが、6四銀と上がって若干後手が作戦勝ち模様の展開となっていきました。やっぱりこの壁銀ですとか、先手の王様の安定度、4八の角がうまく使えなさそうとか、そういったデメリットが大きな展開となっています。で実戦はここから山崎八段が7五歩という勝負手を放っていきました。同歩は7四歩から桂馬を取って勝負していこうということですね。ただ伊藤七段8四飛車と冷静に受けまして、これで7筋が受かりました。以下7四歩
同飛車に7七歩と我慢していきますが、これだとちょっと7筋を突いた手が逆にこう後手の駒台に歩が2枚乗っただけで、先手がその歩我慢させられているだけということで、さらにこう差が拡大した状況となっています。伊藤匠七段は5五歩と気持ちよく突いていきました。これがまた急所ですね。5五歩に対しまして同歩同銀と平凡に歩を交換してしまうと、さらに後手のリードが拡大しそうという状況なので、実戦は6九玉と山崎八段指していきますが、5六歩同銀5四銀と後手が絶好調の手順でリードをじわじわと拡大していきました。山崎八段はこのままやっていても自利品と見て3五歩と飛車の横利きを通しつつ勝負手を放っていきますが、仮にこれ同歩と取ってくれたら4五歩と突いて、狙い通りこの飛車先を通して頑張っていこうという一着なんですが、実戦は3五歩に対して5五銀右と伊藤匠七段が決めにかかりました。そして以下銀引くようではあまりにも悔しいですし、銀交換は王様の安定度の差で後手が優勢となってしまうということで、実戦は山崎八段5三歩と怪しい歩を放っていきました。取るか逃げるか悩ましいところですが、伊藤匠七段堂々と同金と取っていきます。そして山崎八段は4五歩と狙いの手を決行しました。これで飛車が横に通ってくるということですね。伊藤匠七段はここで6六歩という突き捨てを入れていきました。これも落ち着いた一着で、仮にこれ同歩と取ると1三角のルートが極めて厳しくなると、そういった状況になっています。実戦は5五銀同銀に山崎八段が6六角という勝負手を放っていきました。ちょっと角がもうさばけない形なのと、玉との圧力が厳しすぎるので、まだ角を捨ててでもこの5五の銀の厚みを取り除こうということですね。ただ以下同銀同飛車に対しまして6五銀と伊藤匠七段がさらに分厚く打っていきました。これがまた素晴らしい着ですね。で実戦は8六飛車に8五歩と抑え込んで、9六飛車に6六歩と、伊藤匠七段さらに絶好調の手順が加速していきました。以下同歩と取らせて5六銀と銀を急所の4段目に活用していきます。そして以下6五歩と山崎八段が9六の飛車で5六の銀取りに当てますが、7六歩と、飛車の横利きを完璧に止めて後手勝勢となっています。7六歩に同飛車と取れないと飛車が活用できないんですが、同飛車と取ってしまうと、同飛車と取って仮に同歩なら3六角が激痛で、これはほぼ終わりとなってしまいます。仮に5八歩なら、5七歩で受けなしですね。以下飛車とか打っていっても4三玉で全く後手玉は寄りません。ということで7六歩がもうほぼほぼ決め手なんですが、山崎八段は5四歩と、怪しい歩を放っていきました。これ同金も同飛車もどちらもありそうでしたが、実戦は同飛車と取っていきます。そして以下5五歩同飛車に6六銀と、山崎八段がちょい悪逆転術をなんとか発動しようと、そういった指し回しを見せていきました。ただすでに差がつきすぎていたようで、3六角が伊藤匠七段鮮やかな決め手となりました。3六角に対しまして実戦は7九玉と寄っていきますが、仮にこれ5八歩だと6七銀成っていう華麗な決め手がありました。同金と取れば5八飛車成7九玉6九竜で詰ますことができるということですね。ということで実戦は7九玉と交わしますが、ここで飛車取りを逃げず6八歩がおしゃれな攻守でございます。次6九歩成の詰めろなので同金か同玉で取るしかありませんが、同玉だとやはり、6七銀成がおしゃれな決め手で、同玉は5八角成同金は5八飛車成で先ほどと同じように詰むと、そういう仕組みになっておりました。なので実戦は同金と取りますが、6七歩が急所のくさびで入ります。これ5五銀と取ると6八歩成同玉6七歩で先手玉詰んでしまいますんで、7八金と交わしますが、そこでやはり飛車取りを受けず1三角と伊藤匠七段が素晴らしい駒の躍動を見せていきました。
これで仮に5五銀と飛車を取ると3五角と取って、これで合駒がちょっと悪くて詰みとなってしまいます。香合とかあればまだいけそうなんですが、あいにく銀か飛車しかないんで、例えば銀打つと取って取って、6八銀で取って取って取って、6七歩でこう詰んでますね。どこに関しても、5九玉は5八金、7八玉は6八金で詰んでおります。1三角本当に見事な見事な活用でございました。で、実戦はここで4六銀と3五角を防いでいけますが、これでも3五角とズバッと飛び出しまして、同銀同歩で6八銀の詰めろをかけます。山崎八段は9七銀と上がって8八地点への逃げ道を作りますが、ここでまた飛車取りを受けず5八角成と行くのがまたうまいですね。これ仮に5五銀と取りますと6八歩成として、仮に同金なら同馬同玉6七銀打ちでどこにかわしても金打ちで済ますというルートがありました。で、6八歩成に王様かわせば詰まないんですが、金を取って必死をかけていけば後手玉飛車と角だけでは詰みませんので勝ちということですね。ということで、5五銀は6八歩成で任されるということで、山崎八段2五角とさすがの粘りを見せていきます。これが王手馬取りなんで同馬と取るしかありませんが、そこで同桂ではなく5五銀とようやく飛車を取ることに成功しました。ただ伊藤匠七段も5七角と緩まず追撃しまして、8八玉に6八歩成で必勝形でございます。以下受けがない山崎八段は8二飛車と打ちまして、6二歩に5四歩と打っていきました。これに金かわす手も有力なんですが、伊藤匠七段完璧に読み切って7八とと王手をかけていきます。取ると6九馬から詰まされてしまうので9八玉と寄っていきますが、ここで金取りを受けず7九角成と伊藤匠七段かっこよく決めました。8九馬の詰めろで先手玉、後手玉はもう詰まないと見切っているわけですね。以下5三歩成同玉に4四銀と山崎八段追いますが、5二玉とまっすぐ逃がすのが好手で、5三歩は4一玉でちょっと足りない格好になります。まあ2五の馬がよく効いてるんで、例えば5三歩に4一玉8一飛車成5一歩に、馬がいなければ同流同玉5二金で詰みますが、あいにく馬が効いているので同馬で詰まないということですね。ということで8八金と山崎八段最後の抵抗を試みていきますが、ここから伊藤匠七段鮮やかな15手詰めに打ち取って勝負を決めました。まず同とから入ります。同銀同馬同玉に7九銀と打っていきました。詰め将棋みたいな華麗なテクニックでございます。7九銀に、例えば9八玉とかは9七金という筋があって、同飛車も同桂も8八金、同玉も8八金打ち、9八玉9九銀成で取れば8八金、9七玉なら9八金で詰むというルートがあります。なので同玉と取りましたが、6九馬とズバッと潜りまして、ここで山崎八段無念の投了となりました。伊藤匠七段が見事な見事な寄せを決めて快勝、ベスト8に駒を進めております。次は羽生九段に勝った斉藤明日斗五段とベスト4の座をかけて戦うという形になりました。本当に伊藤匠七段本局、AI 一致率 90% を超えるほぼ完璧な内容で勝ち切って、見事な勝利となりました。本当に強いですね。これで竜王そして棋王に続いて叡王戦でも挑戦者になるかどうか大注目でございます。トルズ以下の解説やらせていただきます。同玉に6八金と打ちます。同玉に6七銀と打ちまして、どこにかわしても金打ちまでの詰みということですね。6九馬に対して8八玉とかわしますと7八金と打ちます。で、9七玉は7九馬から詰むので9八玉とかわしていきますが、9七銀と打ちます。先ほどと似た手筋ですね。同飛車同桂は8八金打ちなので同玉と取りますが、7九馬としまして9八玉に8八馬まで華麗な詰め上がりとなります。ということで一局を通して伊藤匠七段本当に完璧な指し回しで山崎八段の変則的な作戦を撃破してベスト8進出という形になりました。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。伊藤匠七段この勝利で全棋士中レーティング2位に浮上となっています。
3位の永瀬拓矢九段を抜いて2位に浮上となりました。本当にすごいですね。それでは失礼いたします。